ソングバードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。今日は、出会いは奇跡5回目です。よろしくお願いします。前回に続いてですね、今捨て猫シナモンのナレーション役、レン君役、シナモン役ときまして、まだまだ声優さん続くんですけど、なんと今日はですね、ものすごくかっこいい素敵な男性がいます。書いてますね、大野公平小平丸という方なんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。小平丸です。どうも。あの、ちなみに大野公平が名字で小平丸が名前ですか？直樹なるかい？直樹なるかい？いや、とってもね、あの、僕の大好きな、あの、後輩です。お世話になっております。あの、先週の吉田美奈ちゃんの、はい、あの、紹介で、もうこの流れで大野公平、小平丸さん、まあ今日はなったんですけど、なんと、彼はですね、今何歳でしたっけ？そうですね、今なんと22歳なんですよ。 22! にゃんにゃんじゃないですか。にゃんにゃんですよ。あ、だから捨て猫シナモンにあの採用されたんですね。バッチリですね。なるほどなるほど。いや、もう22歳なんですけど、すごいね、あのもうプロのピアニスト、はい、多分ベートーベン次に行くんじゃないかなっていうぐらいの恐れ多いですけどもね。いやいや、あの捨て猫シナモンはあの作曲が一部私がやって、まあ、一部は大野公平、小平丸さんがやってるんですけど、はい、もうとにかく YouTube をご覧になってる方々からですね、音楽が素敵ですと。まあ、イラストも素敵で、音楽も素敵で、ナレーションも素敵なんですけど、音楽がとにかく心地いいですねって何回も聞いてくださるんですよ。ありがたいです。あの、ちなみに大野公平、小平丸さんですけど小平丸か大野くん、何でもいいですよ。そうですね。あの、捨て猫シナモン の, その、はい、テーマ曲なんですけど、はい、まあ、あのテーマ曲は私が作ったんですけど率直なあの感じというか、 どうですか、あの曲。あ、そうですね、いや、なんかそのそうですね、結構すごい曲自体はシンプルなんですけど、はい、そのシンプルな中にすごいなんか訴えかけてくる思いであったりとか、また優しさ、温かさみたいな、なんかそういう、うん、世界観と言いますかね、なんかそういったものすごくグッと感じて、あ、そうなんですよ、なんかシンプルなんですけどすっごいいい曲だなと、なんか思いがあるなみたいな風に思いました。あ、なるほど。多分それですね、作曲した私じゃなくて、演奏する大野公平、小平丸さんの技術です。いやとんでもないです、とんでもないです。あの、確かにあの先々週の、まあ、あのナレーションの星野さんにも言われたんですけど、はい、この音楽は悲しい感じもするし、うん、シーンによってはものすごく希望が湧く感じもする、うん、はいはいはい、とってもあのいいことを言っていただいてですね、はい、あ、なるほどと。それは多分、うん、大野公平、小平丸さんの技術だと思いましたね。いやいや、でもなんかその曲を聴いて、そのすごい思いっていうのを感じたので、なんか僕もやっぱ演奏する上でその思いをどれだけこう音にまたこう込めて、その曲の中の思いから音の思いにも反映させて、ぐっといい音楽にできたらいいなと、なんかそういった思いで感謝してます。本当はありがたいです。もう、まあ、ということはやっぱあれですね、もう弾いてみましょうかね、屋根で。あ、弾いてみますか。ちょっとですね、うん、今ね、ピアノがちょっとないもんでね。あ、ピアノ、え、多分今隠れてると思うので、あの、僕はね、ちょっと魔法をかけて、おピアノのお部屋にちょっと誘導しますんで、すごい、ちょっとだけ待ってくださいね。いや、ちょっと、もう思うがままに待ってくださいね。はい、
これで一応魔法の準備ができましたので、はい、まあ次のシーンに飛ぶということで、はい、レッツゴー、お飛んでください、わあ小平丸くん、わあびっくりした、やっぱり飛んだね、飛ばされましたね、完全に。絶対ね、本当スパイダーマンでしょ、本当は。違う？いや、気づいたらピアノの部屋に。しかもそこに雲あるよ、雲。雲ある？やっぱりスパイダーマンだよ。いや、だけど本当ね、ありがとうございました。ありがとうございます。もうね、捨て猫シナモンがあまりにも、ね、いろんな方々から、すごい音楽がいいと。本当ですか？大好評で。ありがたいですね。小さいお子様からね、そのママさんだったり、はい、家族ぐるみで聞いてらっしゃる方が多い、見てらっしゃる方が多いんですよ。ああ、なるほど。まあね、このラジオ放送を聞いていただいている、まあ見ていただいている方も、まあよければ YouTube で捨て猫シナモンとひらがなのシナモンなので検索していただいて、はい、大野光景ね、小平丸くんのピアノで癒されていただきたいと思います。ありがとうございます。はい。ところで、なんか今日そこに椅子があるんですけど、なんかいらっしゃるんですかね。そうですね、僕の友人をちょっとご紹介したいなと、思いましてですね。ちょっと待って、小山君の友人もいいんですけど、僕もちょっと友人がいるから、僕はその友人そこに投げるんで。あら、はいはい。投げたら多分ね、その友人女の子なんで多分飛んでくると思うので。ああ、なるほど。じゃあ行きますよ。5、4、3、2、1、ドカーン。うわっ、びっくり。ほら、僕の友人の高橋はるかちゃんです。はい、高はるちゃんです。わー、その楽器はさから始まる楽器ですよね。あ、から始まる楽器です。で、トーン記号のトで終わるんですよね。そうですね。なんでしょうね、このラジオを聞いてらっしゃる方、答えはウェブをご覧ください。ということで、今日はですね、特別に地球人ですよね。はい。あ、ですよね、音大卒の、まあ、とあるおそばで有名なね、まあ、日本のとあるなんとか県っていうところから、わざわざお越しいただいて、はい、まあ、高春ちゃん、はい、後からひょっとしたら、なんでファゴット持ってきたの？今日はこれなんかビームを出そうかなと思って。あ、そうですよね。そういえばですね、あ、そうなんですよ。そのシナモンでやっぱりね、はい、定番の毎回毎回オープニングで流れるテーマ曲、うん、これがね、もう何回も何回も、もうね、今36話の7話になるんですけど、来週。おいし、もう擦り込みで何回も何回も聴くもんですから、あの曲がいいって言って、あの曲聴くために捨て猫シナモンを見る方もいらっしゃるくらいな。へえ、すごいですね。ちょっとあれ、なんでそこにピアノがあるの？いや、わかんないですよ。飛ばされたんですよ。いや、あ、そうか、気づかなかったですね。じゃあ、はい、ちょっと弾いてもらっていいですか？いや、いいですよ、もちろんもちろん、せっかくですから。ノーギャラですいませんけど、お願いします。全然いいですよ。やってみましょうかね。じゃあ17秒後にセッティングしていただいて。あ、わかりました。はい、3、2、あ、まだ違った。いや、捨て猫シナモンのテーマ曲をせっかくなんで、この、ね、ラジオを聴いていらっしゃる方、 YouTube を見ていらっしゃる方に聞いていただこうと思います。テーマ曲の名前はありませんので、募集しますので、捨て猫シナモンのテーマ曲になります。大野光平、小平丸くんでございます。どうぞ。
ね。ありがとうございました。ブラボー、yeah. あー、やっぱりこれいいですね。いい曲ですよね、本当に。やっぱりいいですね。いやー、もうこれを聞いてからね、本当にママもう一回見たいって言うらしいんです。なるほどね。小平丸くんの知り合いの、ね、方のお子さんですよ、はい、実際に言うんですよ、本当に。あ、本当ですか。また見てみたい。嬉しいですね。もう今ね、4歳半ぐらいの女の子なんですけどね。へえ。そうなんですよ。びっくり、嬉しいですね。多分あれなんでしょうね、猫ちゃんとピアノとこういうね、ちょっと可愛い感じのイラストなんで、子供を受けするんでしょうね。確かに確かに、これ喜びますよね、うん、この人。喜びます。もう今36話、はい、一旦エピソード1は39話で終わるんですけど、はいはいはい、小平丸くんはまあ、お忙しいのであれなんですけど、まあね、ちらっと何回かご覧になられたっていうふうに伺ってまして、はいはい、ちなみに小平丸くんは猫ちゃんは好きだったということですよね。そうですね、僕すっごく猫が好きなんですよ。そうなんですよ。シナモンくんとほら実際ね、会ったことはさっきね、はい、画面上で会いましたけど、はいはいはい、どうでした。いや、めちゃくちゃ可愛いし、なんかね、手の上でご飯食べてたんですけど、それがもう可愛すぎて、なんか恐縮して挨拶しちゃいましたね。初めまして、ありがとうございました。いやところで、その高橋遥香さん、高原ちゃん、ファゴットは高原ちゃんにとってもうずっとこれからお付き合いもしていくと思うんですけど、なぜそのファゴットを選んだって、なんかそういう理由ってあります？私、ファゴットとの出会いというか始めたきっかけが一目惚れなんですよ。はい、おこれは楽器に一目惚れ、それともファゴットっていう名前に一目惚れ？どちらもですね、その初めて演奏を聞いたんですよ。うん、初めて存在を知って、初めて音を聞いて、うん、ロボットっていう楽器なんだっていうのを知って、そこで私もやりたいってなりました。やっぱりこれですね。これか。これ、ああ、いや、ほんとね、スターウォーズみたい。あ、まずかった。いや、うん、みんなバズーカバズーカって言うんですよ。バズーカバズーカ。いや、高原ちゃんはなんか SNS はやってるんですか？ Twitter とInstagram とか、あと YouTube を最近今年に入ってから始めました。あ、そうなんですね。高原ちゃんの SNS、じゃあこちら見ていただければ、よければね、誰かご覧になっていただきたいと思います。お願いします。はい、合わせて YouTube の浩平丸というふうに検索しましたら、大野浩平さんが出てきますので。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、それがですね、もう36話、7話になるんですけど、はい。これね、作った私自身も、この作ったですね、このコンテンツをですよね、はい、作った私自身も毎回見るたびに涙が出る場があるんですよね。まあ、それはちょっとシナモンのお友達が、まあ、とある理由で、はい、まあね、虹の彼方へと行く、泣けるんですけど、なるほど、この輪がですね、いつもの輪と違ってちょっと長いんですよ。ああ、なるほど。ちょっとその音楽をリクエストしたいという方がですね、あー、なるほど、いるんですよ。はいはい、レン君という人です。レン君、レン君、レン君がリクエストしないと。レン君です。レン君、レン君です。レン君じゃないかい。自分じゃないかい。
あの虹の彼方へのラストで流れた音楽、これもまだタイトルがないので募集いたしますので、こちらまでよろしくお願いします。はい、ちょっとそれまたノーギャラでお願いできます？いいですよ、いいですよ。お願いします。はいはいはい。高原ちゃん、あの聞いていただいて、はい、あの涙をされても大丈夫なんで。泣けるね。あ、まだ弾いてませんでしたね。早いわ。どうぞお願いします。早いわ。あ、すいません。申し訳ございません。泣けるね。いや、いい曲ですね、これね。これね、本当にね、キャスト、スタッフ以外の本当のユーザーさんもそうなんですけど、はい、泣いてくださってですね。なるほど、なるほど。やっぱり虹の彼方へ行く、まあ、23話なんですけど、はい、ぜひね、本当皆さん、今日ね、聞いていただいている方、1話から、エピソード1の最終回39話までやる予定なんですけど、ぜひあの聞いていただいて、小平丸くんを思い出していただいて、で YouTube で検索していただいて、はい、でその前に高原ちゃんの こちらまであの SNS ありますので見ていただきたいと思うんですけど、ところで、あれですか、はい、あれですよね、あれですね、でしょう、うん、僕もそれ思ってたんですけど、あれですよ、なんでそこまであの小島るくんがあのすごくね、あのなんていうかですよね。間違いない。間違いね、貫禄があるんですよ、本当。あらら。貫禄があるし、そう、貫禄で、カンナナですよね。カンナナですよ、で、高原ちゃん、カンパチでしょ。カンパチです。そう、カンパチなんですよ。いやそのね、22歳でその若さで、ね、しっかりとしていらっしゃるし、いやいや、もう、素晴らしいピアニストだなと思います。とんでもないです、ありがとうございます。あの一言でいいんですけど、捨て猫シナモンのストーリーの、はい、まあ、皆さんによろしくということと、まあ、こういう点がちょっとあの、はい、特に気に入ったとか何か一言いただければありがたいと思います。そうですね、あの捨て猫シナモンはこうすごくほっこりしますし温かい気持ちになりますけど、そのすごくただほっこりするだけではなくてですね、本当にこう練り込まれたストーリーであったりとか、
そういったものがこうすごくしっかり作られてるんで、本当に笑いあり、ほっこりあり、そしてまた涙まであってですね、すごく感動もするし、温かい気持ちになるし、そこにですね、こういった、ピアノの音楽であったりとか、音楽もあって、また声優も素晴らしかったりと、こうすごくですね、僕自身こんなに豪華でですね、こうすごい YouTube でこれが再現できるっていうのはまたすごいなと思いますし、ぜひ皆さんにその捨て猫シナモンでしか味わえない、その空気であったりとか、雰囲気とか、そういったのを味わっていただいてですね、ぜひ楽しんでいただきたいなと思っております。あ、いきなり練習なしでいきなり振らせていただいて素晴らしい、ありがとうございます。いや、本心ですからね。いやいや、 もちろんそれはもう分かってるんですけど、いやだけど本当に今日はね、楽しい会になりました。いや、楽しかったですですね、またこれからなんかいろいろコラボして、捨て猫シナモンもそうなんですけど、他の機会でもやっていきたいですね。はい、そうですね、ぜひぜひこう一緒に盛り上げていけたら嬉しいなと思います。それじゃあ一緒にやってくれてもいいかな。いいと思う。高春ちゃんもお願いしてもいいかな。よろしくお願いします。いいと思う。いいと思う。では皆さん、一応そういうことで、捨て猫シナモン、大野光平くん、小平丸くん、高橋春香ちゃん、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時、笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時、涙の数を分け合ったね、希望に変えて。二人で聞く雨音、雫一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、虹の空に誓うよ、夢を抱き、どんな時も信じてる。星は輝くよ、雨が降るから虹が出るよ。どんな闇でも必ず明けるよ、希望と夢を信じていて。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行く。